ポケモン対戦を実際にやるまで勘違いしてたこと、ポケモンの動画とかを見てガチ対戦に興味を持った人も多いと思うけど、実際にやってみないとわからないことも多いので紹介します。弱いポケモンでも愛があれば戦える、愛があれば好きなポケモンがガチ環境でも戦えるっていうのはできなくはないんだけど、めちゃくちゃ厳しい道のり。実際に使ってみると、この子ってどのポケモンに勝てるんだろう、この子よりあのポケモンの方が強くない、あのポケモン採用してたら勝ってたなってなりがち。役割対象を明確にしつつ他のポケモンと差別化するのが難しいんだよな。他との差別化点は特にないけど、採用理由は愛です。強いポケモンを採用すれば簡単に勝てる。やってみたらわかるけど、マジで勝てない。環境トップのポケモンは対策されてるから、むしろ勝ち切るのが難しい。強いポケモンを通すためにどうすればいいかって考えるようになって勝てるようになった感じ。要するに強いポケモンを強く使える人が強い。様々な対策を貫通しまくってたメガガルーラという化け物もいたけど、実況者の最強は最強じゃない。どう考えても盛りすぎー。実際に真似しても案外活躍させるの難しいです。うまくいった試合だけ動画化してます。その数倍裏で負けてます。とりあえず見るよりやる方が絶対楽しいから、みんなもポケモン対戦始めよう。